3月25日月曜日発売のオーバチュア0185の表紙に乃木坂46ヨガ、ユウキが登場する。この春、高校を卒業する乃木坂46ヨガユウキが、オーバチュア0185の表紙&巻頭に登場する。ヨダは11ページに及ぶグラビアを披露しつつ、2月24日に、乃木坂46を卒業した、西野七瀬との思い出や、昨年加入した初めての後輩4期生への思いについても語っている。同号には乃木坂46から清宮レイ&田村慎介の4期生の2人が初登場するほか、4期生全員にアンケートを実施し作成したビューティー&カルチャー、成分表、北野日向子&大園桃子のグラビア、梅澤美波の個人掘り下げ企画が掲載される。また、裏表紙を飾ってくれたのは、SKE48 の放課後広品。特集では、放課後に加えて、菅原松也、野島香葉の北川綾智恵、野村実大の5名が登場。サイケデリックでガーリーなグラビアと今の SKE48 について熱く語った放課後と菅原の対談も掲載される。その他にも同号には欅坂46石森効果のグラビア、上村里奈&尾関里香の対談、田村保つの松田里奈、関由美子、森田光の2期生対談、欅坂46を卒業した今泉助忠のファッションシュート&インタビューも掲載している。オーバチュア0185の主な内容、表紙&巻頭、ヨダユウキ、乃木坂46、高校を卒業したばかりのヨダユウキが、本誌初表紙、西野七瀬との思い出、そして4期生、これからの乃木坂46への思いを語ったインタビューも。第2表紙放課後広品 SKE48 特集1乃木坂46 38P 北野日向子&大園桃子清宮レイ&田村慎介梅澤美波特集4期生ビューティー&カルチャー成分表北野日向子&大園桃子グラビアは、心地よい光の中に身を委ねその瞬間をある、がままでいる2人の少女の残像を表現。また、4期生の清宮レイ&田村慎介が初登場。個人掘り下げ連載では、梅澤美波をフィーチャー。成分表は、洗顔フォームから好きな映画まで、4期生が愛用しているあれこれを紹介。特集に SKE48-12P 第2表紙に登場してくれた放課後広品に加えて、菅原松也、野島香葉の北川綾智恵、野村実大の5名が登場。サイケデリックでガーリーなテイストで送るグラビアに加えて、放課後広品菅原松也によるガールズトークも収録。特集3欅坂46 20P 石森効果松田里奈トーキングアバウトパーソナリティ石森効果は香港映画をオマージュした架空のファッションストーリーを。また坂道オーディションでオーバチュア賞を送った松田里奈も初登場。上村里奈&尾関里香による後輩トークをはじめ、田村保つの松田里奈、関由美子、森田光対談によりまだ見ぬ2期生の魅力を紐解きます。特集4ハロー、プロジェクト、9P、パート1、モーニング娘。19、石田あゆみ、小田さくら。20周年という大きな区切りを超えたモーニング娘。19。石田あゆみ、小田さくらが改めて、その軌跡を振り返る。パート2、アンジュルム、和田彩香、竹内あかり、笠原桃奈。それぞれの立場から、和田の卒業、ひいては、アンジュルムが向かう未来について語ってもらった。
今泉助忠、光と反射をテーマにしたファッションシューティング、欅坂46から女優へ、その心中と今泉家についてのインタビューも、桜学院、3月30日をもって、卒業生、在校生ともに、新たなステップへと進む、桜学院。その前に読んでおいてもらいたい4つのトピックをここに、凝縮。カレッジコスモス、カントリーガールズの山木理沙が兼任することで話題を、呼んだ、カレッジコスモスが、ついにデビュー。新世代アイドル2019、園田愛花、校庭カメラアクトレス、武田美奈布、竹山 3.5、長男舞、南紀に、早桜ニコ&ユーナコ、くまりデパート、和田あずさ、君の隣のラジカルン、アウシマヒナ&、佐山鈴香、アクアノート、堀ゆか、メルチュ。ボイススミサイコ、連載、小出祐介、ベースボールベア&竹中夏実、吉吉里、高田メタル、エルレガーデン、桜学院職員室。上坂すみれ、原田玉花。